キクローゼン整理第92回最終回です。ローゼン整理は一生続く。生き方を見直して、一度物の整理を始めたのですが途中でやめてしまいそのままになっています。そういう場合どうすればよいでしょうと60代男性からの質問があり、中休みだったと考えてください、また再開すればよいだけです、くたびれたらまた休めばいいです、ローゼン整理は一生続きますから気長になさってくださいと答えました。ローゼン整理では5つの鉄則を挙げていますが、その中に完璧を目指さないと一度に片付けようとしないがあります。整理を始めて我が家にこんなに物があったのかと驚く人も多いです。これを一度に何もかも片付けようとすると心身ともに大きな負担がかかります。また物の整理は心の整理でもあり時間がかかるからです。ローゼン整理をする世代は半世紀以上を生き、さまざまな体験をし、たくさんの思い出を抱えています。これはもつれた毛糸玉のようなものかもしれません。少しずつ絡んだ糸をほどきながら一本の糸としてまとめていく。もつれた糸をハサミでスパスパ切れば簡単ですが、糸は細切れになり使い物にならない。だからこそゆっくり時間をかけてご自分の人生をほどいていただきたいのです。またまだ古い書類しか処分できていませんとか、食器棚を片付けただけで進んでいませんという声を聞きます。小学校の算数のテストなら20点しかできなかったらショックですし褒めてもらえないかもしれません。しかしローゼン整理はテストではありません。古い書類が片付いたら手をつける前に比べて進歩しているのではありませんか。食器棚が片付いたらこれも大きな進歩です。スタートは0点で、古い洋服1枚でも処分したらプラス1点の加点方式で考えてみてください。そうすればこれだけしか進んでいないと自分を責めることはないでしょう。片付いてないところに目を向けるより、今日はほんの少し片付いた、次もほんの少し頑張ろうと思っていただきたいのです。また仕事や親の介護、親戚付き合い、子や孫のことなど多くのことが肩にかかる世代です。気苦労も多いでしょう。まとまった時間を作ることも難しいかもしれません。体調を崩すこともあるでしょう。だからこそ無理をしないでほしいのです。そして一生続くの意味は、今身の回りを眺めて片付いたと思っても1年経てばどうでしょう。人間の体に新陳代謝が必要なように、家の中も見直しが必要です。暮らしを見直すことは、今の自分にとって大切なものは何かと生き方を見直すことになります。だからこそローゼン整理は一生続くのです。キクローゼン整理第92回最終回を終わります。